どうもこんばんは、NM です。今回は東京グールおよび東京グール RE で無敗のグール捜査官として登場した有馬貴章についての伏線、考察、解説をしていきたいと思います。以前投稿した隻眼の王の解説動画と合わせてご覧ください。経歴、有馬貴章は CCG の特等捜査官、通称 CCG の死神。 CCG の捜査官たちの中でも桁外れの戦闘能力を有することからそう呼ばれています。 B の雑用係であり、白尾亭出身の反人間、身体能力が高く常人より早く追います。右目は緑内障を患っており、ほとんど失明状態です。クイン家は鳴神とイグザ。学生時代には雪村を二刀流で使用したり、後にフクロウの確保から作った体験のようなクイン系フクロウを使用しています。表向きは最強のグール捜査官ですが、その正体はグール集団青霧の木を率いる隻眼の王です。隻眼のフクロウこと吉村江戸と協力関係にあり、世界を治すという目的で暗躍していました。最強のグール捜査官である自分を殺せるグールを探し出し、隻眼の王を継承させる。フクロウ討伐作戦でイグザの防御壁を損傷させた金木に可能性を見出し捕獲。自身を殺させるため佐々木ハイセとして自ら育成します。そして記憶の戻った金木とコクリア地下で対峙、勝利した金木にグールたちの希望となる隻眼の王を継承します。 B の雑用係としてグールの命を奪うばかりの人生を送ってきた有馬は、グールたちの希望、有馬貴章を殺したグール、隻眼の王を残して自ら命を絶ちました。名前、有馬貴章と高槻千こと吉村江戸は、グール捜査官とグールという敵対する存在でありながら協力関係にありました。グールたちの希望である隻眼の王という存在を作り出し、この世界の在り方を変えようとしていたのです。有馬と江戸の協力関係は無印東京グールのフクロウ討伐作戦でも密かに描かれていましたが、日本のとある活断層帯にも二人の関係を表していると思われるものがあります。地震大国日本、兵庫県神戸市北区有馬温泉西方から大阪府高槻市街地北部に至る長さ約 55km の活断層帯、有馬高槻断層帯が存在します。断層帯とは大きな地震を起こす可能性のある断層が帯状に連なったものを指しており、有馬温泉西方から高槻市街地北部まで断層帯が伸びてつながっていることから、有馬貴章と高槻線の協力関係を暗示するヒントになっていたと考えられます。 V14、 金木との戦闘中に有馬が発言したここは V14、 ここから先グールは通すことはできない、君はこれ以上進めないというセリフ。ここでの V14 の意味は地下通路ルート V14 を指していると同時に、もう一つの意味があります。それが V に隠されたボリュームという単語。ボリュームの意味は巻、漫画でいうところの第何巻などに用いられます。つまり V14 は単行本14巻を意味しています。そして金木と有馬の戦闘が行われたのは無印東京グール最終14巻。有馬の君はこれ以上進めないというセリフは、君は14巻以上進めないという意味だったのです。実際に無印東京グールは14巻で連載が終了し、15巻まで物語が進むことはありませんでした。すべて言い換えると、ここは14巻、ここから先グールは通すことはできない、金木は14巻以上進めないとなり、グールから捜査官、金木県から佐々木ハイセとなって再び東京グール RE 単行本1巻からのスタートとなりました。そして東京グール RE13巻、嫌な感覚を覚えた金木は一人アジトに引き返しました。アジトは捜査官に襲撃され、みんなの居場所をミザに尋ねた際、みんなは地下 E14 に向かっていると聞きます。この時金木が14へ行けか、次は超えてやると発言しています。この時金木が超えようとしているものは14、
つまり東京グール RE14 巻を超えた先にある東京グール RE15 巻へ進もうとしています。しかし金木が発言した14へ行けかというセリフ、ミザが教えたのは E14 であり14へ行けなどとは一言も言っていないため、ミザにはクエスチョンマークが浮かんでいます。この14へ行けというセリフ、これには元ネタがあります。ゲームブックの主人公に死亡フラグが立った際に飛ばされる項目が14であり、その時のセリフが14へ行けになります。ゲームブックとは読んで字のごとく、実際の本を読みながら読者の選択で物語の展開と結末が変わるゲーム性を持った本になります。つまりゲームブックを遊んでいる読者、主人公が死亡フラグを踏んでしまうと14へ行けという指示が文章内で出され、ゲームブック内の項目14に飛ばされます。項目14の文章の内容は主人公が死んでしまったという内容になります。つまり14という数字、14へ行けというセリフは死を意味しています。ということはフクロウ討伐作戦で入身からルート V14 に行けと言われた時に死亡フラグが立っていたということになりますね。 V14 で有馬に負けて一度死んだ金木、単行本14巻から進めなかった過去、14へ行けの死亡フラグ、金木が言った次は超えてやるのセリフには過去に超えられなかった壁や死亡フラグを超えるという様々な思いが込められていました。数字、東京グール13巻の表紙は有馬起章でした。13はキングを表す数字であり、13巻表紙の有馬の眼鏡には右目だけ血がべっとりと付着していることから、有馬起章が赤眼の王であるというヒントになっています。そして無印東京グール最終14巻137話、 V14 にたどり着いた金木は有馬と対峙しますが、振り返った有馬が着ている服の襟に数字の13が現れています。13はタロット数字で死神を意味しており、正位置で強制終了、破局、終焉、停止、逆位置で再生、再スタート、起死回生、新展開を意味しています。今回有馬の襟に現れた13は正位置であり、タロットの示す通り V14 で金木は有馬に敗北し、物語の終焉を迎えてしまいます。ジャック、有馬起章とフラ大使の出会いを描いた東京グールジャック、この作品では高校生のフラとフラの通う高校に転校してきた二等捜査官の有馬がランタンと呼ばれる凶悪なグールの行方を二人で追う物語となっています。ランタンという名前の由来は、ランタンがつけているマスクがジャック・オー・ランタンをモチーフにしたマスクだからです。東京グールジャックの名前の由来の一つになっています。そしてジャックにはもう一つ意味があり、有馬起章のことを指しています。ジャックはトランプの11でありナイト。漫画東京グールジャックの中でも南ウルカが有馬のことをなんだかナイトみたいと発言するシーンがありますが、そこにはスペードのジャックに有馬が描かれています。この描写は原作の漫画のみで、アニメ東京グールジャックにはセリフはありますがトランプの描写はありません。またトランプでジャックは11、タロット数字で11は正義を意味しており、正位置で正義、正しい判断、事前、善意、逆位置で不正、不公平、一方通行、不均衡を意味しています。今回は正位置ですね。有馬がフラに教科書を貸すシーンは善意があったと思いますし、南に対してもどこか哀れんでいたり情けをかけていた部分があったと思います。また有馬イコールジャックの小ネタは原作中にも散りばめられています。無印東京グール12巻118話、特等会議のシーンでアウラ特等が有馬の欠席を指摘したところ、国立監獄長の灰崎新芽がジャックはご多忙のようと発言しています。東京グール RE8 巻84話、国立から脱出を図るグールたちに焦る灰崎新芽監獄長、この時ジャックはどうしたと発言しています。
また東京グール RE4 巻 31.5 話、ハイセはいつもお世話になっている有馬にネクタイピンのプレゼントをします。この時渡したネクタイピンのモチーフが馬でした。チェスの駒で馬はナイトであり騎士を意味しています。はい、ということで今回は有馬騎将についての解説でした。まあ、途中 V14 の下りでは金木の発言に対しての考察解説も入れさせてもらったんですけど、まあ何にせよ有馬さんかっこいいですよね。僕は一番好きなセリフ、君はこれ以上進めないっていうセリフと、V14 での金木との激しい戦闘シーン、もうアニメで見たかったんですけど、まあ仕方ない。金木がね、鳴神やイグザの攻撃をかわしながら走ってイグザの防御壁にズガンとこう一撃入れるシーン、あれはねもう何回頭の中で想像したことでしょうかまあ難しい作品だとは思いますけどね、特にクライマックスは下手に映像化しない方がまあ美しいまま読者の心に残るのかもしれない。まあ、それにしても無印東京グール、フクロウ討伐作戦開始後から、まあ、クライマックスにかけての流れっていうのは、まあ、伏線含めてもう完璧ですげえ綺麗だなって読み返してて改めて思いましたね。ルート V14 のあたりの伏線がすごすぎる。あと今回有馬についての解説なんですけど、まあ、以前投稿した石岩の王の解説動画と、まあ、内容深く関わってき、てるんで、まあ、合わせてご覧ください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。